の支出の半分をコスメに当てる女、どうもアキちゃんです。はい、本日なんですけれども渋谷ロフトさんを貸し切りさせていただきました。ちょっと見てください、めちゃくちゃ贅沢。もうアットコスメルミネ貸し切りときて、本日初めてロフトさん貸し切りでございます。ありがとうございます。ありがたいですね。ありがたいです、本当に。はい、でですね、本日はそんな渋谷ロフトさんでどんな企画をやっていいかと言いますと、コスメオタク厳選渋谷ロフトで絶対買うべきコスメ30選紹介していきたいと思います。視聴者さんが実際に渋谷ロフトに来たらこのコスメだけはね見た方がいいよっていうね、厳選コスメを実際ね案内しながらレビューしていくっていうね動画を撮りたいと思います。はい、そしたらじゃあ早速いきたいと思います。もうね、見てわかる通りめっちゃね、いろんなブランドさんがたくさん入ってるんですけど、今ね、初め渋谷ロフトに来たら一番最初に見てほしいのはね、やっぱりこれ B アイドル、アカリンのサインも書いてある B アイドルはね、最近3月の31日リニューアルをしてね、今なんかよりまた話題になってると思うんですけど、今 B アイドルはねトレンドなんで、一番初めに押さえたことをおすすめします。ほぼほぼやっぱね大人気、品切れがすごく多いんですけど、個人的にはねやっぱ B アイドルで押さえといた方がいいなって思うのは、まず一つ目はやっぱねこれですね、 B アイドルのザ・アイパレ本命のブラウン。もうこれはですね、私も底見えコスメしてるし、この間視聴者さんに聞いたおすすめブラウンシャドウランキングって動画も撮ったんですけど、それでもね第1位でした。なのでまずね一つ目はこの B アイドルの本命のブラウンはすごいおすすめ。あとザ・アイパレで言うとこの5番6番7番、これはね要チェックです。っていうのもこの5番6番7番に関してはもともとは限定品で発売されていたんだけれども、人気すぎて今回ね復活した3色なんですよ。だからアイパレの中でも特に人気3色がね今販売しています。5番6番7番も買うべきだと思います。マスカラとかもおすすめかもしれないです。 B アイドルのアイラッシュマスカラ、これね今回リニューアルしたことでね、あの全部がウォータープルーフ処方で、カール力がねアップしたらしいんですよ。なので B アイドルのアイラッシュマスカラもね今トレンドなんで買うのをおすすめしたいですね。じゃあ今3商品 B アイドルおすすめです。あとねこれ、これもめちゃくちゃおすすめです。皆さんロム&のメルティングバーム、これもめちゃくちゃ大人気。なんか私ずっとこれ欲しいなって思ってたんだけど、人気すぎて売ってるとこがなかなか見当たらなかったんだけど、今ねロフトに置いてありました。でもやっぱね6番に関してはもうね今品切れしてますね。このリップは今年の3月ぐらいかなにロム&から新しく新発売されたリップなんですけど、もうね発売当初から人気すぎてすごい速乾続きになった大人気リップです。でこれもね私3色ぐらい持ってるんですけど、めちゃくちゃ良くてですね、こんな感じで結構ね柔らかいタイプのバームリップなんですけど、特徴がこれねとにかくツヤツヤがすごいんですよ。なんかねツヤツヤリップじゃなくてツヤツヤリップっていう感じ。色持ちとかに関しては正直そんなないんですけど、ツヤ感とあと保湿感がねこれすっごく優秀リップなので、ロム&の今話題になってるリップってことでこのね商品も買うべきコスメ認定したいと思います。めちゃくちゃおすすめ。結構ねカラー展開はなんかヌーディー系な肌なじみ系のいいカラーが多いので、なんかパキッと発色したい人には向いてないかもだけど、自然とツヤ感のある馴染んでくれる保湿系リップ探してる人にはめちゃくちゃおすすめです。あとね個人的にこれもね最近すごい推しなんで紹介したいんですけど、ロム&のトゥインクルペンライナーっていう商品で、これも多分新作なんですけど、私これ実際に買ってめちゃくちゃ良かったんでおすすめです。私はね3番か2番だったんですけど、これ何かっていうとこの通りアイライナー型のグリッターペンシルなんです。なのでなんか普通のグリッターよりも描きやすいし、描いてる時に固まったりとかパリパリとかがすごくしにくくって、初心者向けめっちゃ描きやすいグリッターライナーっていう感じだった。こんな感じなんですよ。わかります？描き心地はね本当にアイライナーなんだけど、キラキラ感はグリッターっていう感じ。これはね結構買ってよかった最近の。はい、なんで5個目の商品はこちらロム&のグリッターライナーおすすめです。はい、そしたらねじゃあぐるっと回っていきたいんですけど、あーエテセどうだろう。エテセも定番すぎるかな、持ってる人ね多いと思うんだけど、もしまだ持ってない人がいたらもう今すぐ買ってくださいっていう商品はこれかな。さすがにエテセのアイエディションマスカラベース。なんか私がすごく言いたいのは
エテュセはですね、マスカラよりもマスカラスタジがおすすめなんですよ。マスカラスタジなんだけど、全然ね、これ1個で完結するぐらいめっちゃ仕上がり綺麗です。で、結構仕上がりはナチュラルめなので、それこそスクールメイクだったりとか、メイク初心者さんとかにもエテュセのマスカラスタジはめちゃくちゃおすすめ。持ってる人すごい多いと思うんですけど、もしね、まだ持ってないよって方がいらっしゃったら絶対すぐ買ってください。あとね、これもおすすめです。今トレンドですね。なんとエテュセのアイブロウマスカラが最近リニューアルをしました。で、一体何が変わったかっていうと、大きく分けて3つ変わったんですけど、1つ目がブラシがちょっとね、小さくなったのと、少しねカーブがついたんですよ。だからなんかね、より細かいところに塗りやすくなりました。で、2つ目がね、なんかマスカラ液にツヤ感がアップした。で、3つ目はね、ウォータープルーフ、これだね、ウォータープルーフ処方にもなったらしいです。とね、リニューアルしてさらにねパワーアップしたので、今ねこのタイミングでアイブロウマスカラ買うのもおすすめです。すごく。あとはフーミーね、フーミーのキニシーラーもおすすめです。皆さん、ライトピンクが出てるのか、中身ねこんな感じなんですけど、フーミーのコンシーラーの特徴はこれ2色入ってるんだけど、上と下で質感が違うんですよ。確かに上が柔らかくて下がね硬かった気がする。だからこれ1個持ってれば2色使えるっていうのはもちろんなんだけど、幅広い肌悩みにもスポットの肌悩みにも両方とも使えるから、これ1個でね結構使える幅がめちゃくちゃ広いコンシーラーです。確かにカラー展開が何色だっけな、でも2、3色、もうちょっとあったかな、結構あるので、これはね、あの肌悩みによって欲しい色を選ぶのがおすすめなんですけど、フーミーのキニシーラーもめちゃくちゃおすすめです。8商品目はこちらで、あとねそれもここのブースでめっちゃどんどん出ちゃうんだけど、これもねおすすめです。エトボスのミネラル UV パウダー。なんか夏場ってみんなメイクの上から日焼け止めどう塗り直そうか問題あるじゃないですか。私的それの答えは、日焼け止めミストをつけるか UV パウダーをつけるか、その2つがね今のところいいんじゃないかなって思っていて、 UV パウダーだったらエトボスがおすすめです。開けるとこんな感じで、ほんとねザ・ルースパウダーなんですけど、この中に SPF が50で PA が4プラス入ってるんですよ。このパウダーめちゃくちゃ紫外線対策ができるフェイスパウダーなんです。日焼け止め塗り直したいなって時はこのフェイスパウダーで塗り直しっていうのをしてます。本当に夏場はねマジで毎日持ち歩いてるぐらい私の必需品コスメです。これもおすすめ。あ、見て、ティルティルブースがあります。皆さん、もうね、ティルティルに関しては本当にね、これは絶対に買うべきです。皆さん、ティルティルのマスクフィットトーンアップエッセンス、もうこれ買ってから何回紹介したのかわからないぐらいめちゃくちゃ紹介してるんですけど、おすすめです。これ本当に、これは化粧下地なんですけど、本当にねみずみずしくて軽いです。まず使用感が、で仕上がりがこれね、カバー力がすごくあるんですよ。で仕上がりはツヤなんですけど、もうねファンでいらないかもなっていうぐらい、すっごい肌をしっかりと綺麗に見せてくれる化粧下地っていう感じ。この下地に関してはね、本当に2023のマイベスコスに絶対入ると思います。そのぐらいめっちゃおすすめなんで、これもぜひぜひ買ってみてください。皆さん、おすすめです。で、あとねやっぱこれですね、これも今トレンドだと思います。すごい、ティルティルのマスクフィットオーラクッションです。もうね大人気、ティルティルのクッションファンデから最近新しくシルバータイプが新登場しました。今まではブラックとレッドとピンクだったんですけど、さらにね最近ここにシルバーが追加されまして、この新作のシルバーが一番ねツヤ感がしっかりと出ます。なんでまあ好みかなって思うんだけれども、ツヤ肌が好きな人はこのね新作のシルバーがおすすめです。レブロンもめちゃくちゃ大人気です。ハムさん、何これ、あれじゃん、これカチュージェリーティントじゃん。私もこれあれ、去年のミサトちゃんとアカリンとのコラボの時にベスコスオーチコスメで入れたやつだ。私がこれもねすごい良かったですよ。皆さん、結構保湿感のあるティントリップっていう感じだった。やっぱこれ人気なんだ今。じゃこれも入れましょう、今買うべきコスメに。はい、こちらレブロンのカジュージェリーティントです。6番ちょっと今欠品してるっぽいんですけど、3番と4番に関してはまだあるっぽいんで、ロムアンドのジューシーラスティングティントをなんかもうちょっと保湿感アップさせたような感じだった気がする。これもおすすめです。新色が出たんかな最近。あ、こっちですね、もうチャコットのスタジも私ベスコスに入れてるし、一軍コスメにも入れてます。
本当におすすめです。これは買うべきコスメ、これですね。チャコートのラスティングベースってやつなんですけど、あ、見てほら、ここに LDK でも崩れない下地ランキング第1位と取ってるんですよ。これはね、私本当に大好きです。これ何がいいかって、まずお値段がね1760円なんですよ。2000円以下で買える化粧下地なのに、カバー力もめちゃくちゃ綺麗だし、そしてやっぱね崩れにくいんですよ。結構比較的お値段も控えめなのに、仕上がりも綺麗で崩れにくいって、もう完璧の下地じゃないですか。ただ、まあ、唯一のネックを言うと、色展開がね2色展開なの。そこだけ本当に。出してみるとこんな感じ。テクスチャーはね、なんかほんと普通の化粧下地っていう感じ。ちょっとそこまでぐらいだったらこれ1本でも全然十分だと思う。あとチャコットで言うと、さすがすぎるロフトさん、皆さん、チャコットのクレヨンコンシーラーのライトオークラが在庫ありますよ。もうねこれね大人気すぎて欠品だらけなの。そう、本当に視聴者さんからも、私 YouTube でこれ紹介したことがあるんだけど、視聴者さんからも欲しいんだけど売ってないんだよアリちゃんって声がめちゃくちゃ多かったんだけど、皆さん渋谷ロフトにはありました。でもテスターはないねなんでだろう、逆にテスターはないんですけど、これね何かっていうと、チャコのクレヨンコンシーラーで3色展開なんですよ。でおすすめなのが、まあ、ライトオークルっていう色味です。で私はこれコンシーラーとしてじゃなくって、ハイライト、涙袋ハイライトとして使用がめちゃくちゃおすすめ。このデスターがないから色が違うんだけど、こんな感じのコンシーラーになっていて、ペン先がもともと丸くなっています。でこれはねナチュラルって色味なんですけど、ライトオークルに関してはもう少し明るい色味になっていて、それこそ涙袋のここだったりとか、あとはなんか最近だとコンシーラーをハイライト代わりに、ね、使ったりするのも結構流行ってると思うんですけど、それにもねすごい色味的に超使いやすいんですよ。なのでこのねチャコートのライトオークルも見かけたらね即買いがおすすめです。はい、そしたらこれもおすすめかも。デイジードールのパウダーブラッシュのね、この色、ゴールドの一番、シアゴールドっていう色味、こんな感じなんですけど、わかるかな、なんかね黄色なので結構最初は肌から浮くかなって思ったんですけど、意外とねこれ肌なじみがいい黄色なんですよ。ハイライトとかだったらホワイトとかシルバー系よりも黄色の方が肌なじみはねいいし、持ってるチークの上から軽く重ねるみたいな使い方でもよりね馴染むなって思ったので、これもね結構お気に入りかもしれない。あのねこれもめっちゃおすすめですよ皆さん。セフィーヌのシルキーウェットリクイドです。これいつだっけな、いつ紹介したのか忘れちゃったんですけど、 YouTube の買ってよかったにね前入れました。で、ね、私は2色展開か、こっちの明るい肌色の方を使ってるんですけど、パッケージこんな感じになってて、ここだ、ギュッと押すの、あ、でももうないですねみんなすごい使ってないんですけど、ここをねギュッと押すとファンデーションが出てきて使っていくタイプのパッケージになっています。でねこれ何が良かったかって、結構ね仕上がりは素肌っぽいんだけど、カバー力がねしっかりとあったの。カバー力があるのに仕上がりが素肌っぽいのさ、両立ってやっぱね結構技術がないとできないなと思ってるんですけど、セフィーヌのこのファンデーションに関してはそのね両立がされてたからめっちゃ良かったです。仕上がりの質感はツヤだった気がするけど、これもめっちゃおすすめ、推しコスメです。これも、あ、これもおすすめです。ミシャのグロークッションライトってやつだ。このクッションに関してはね、このライトタイプとカバータイプの2種類あるんですよ。で私ねこっちのライトタイプしか持ってないんですけど、ライトタイプに関してはすごい良かった。特徴があって、開けるとなんとメッシュタイプになってるんですよ。結構なんかプチプラクッションのメッシュタイプって珍しい気がする。ちなみにねカバータイプはメッシュじゃないんだよね、多分カバータイプは普通のクッションなんだけど、私がおすすめしたいこっちのライトタイプに関してはメッシュタイプになっています。でこれもね仕上がりのツヤ感がすごい。なんか私去年の自分のベスコスにイブサンローランのピンククッションっていう SNS ですっごいバズったクッションがあって、それを入れたんですけど、ちょっとねそれに似てるって思いました。デパコスの代用としてギリいけるかなっていう感じの使用感、伝わるかな。今ここにつけてみたんですけど、プチプラクッションの中ではねこれ結構優秀でした。なんかどこまでをさこれおすすめに入れるかね、もう好きなコスメたくさんあるからでもなんかみんながさもう知ってるコスメをなんか今更入れてもって感じもあるから、ちょっとね今っぽいコスメを中心に選びたいんだけど、でもこれはさすがに入れざるを得ない、絶対におすすめ。もうこれは本当に本当におすすめ。何回紹介するんだってくらいなんですけど、これですね、フジコのデコシャドウです。ちなみに私今日もつけてるはず。だから基本的に毎日つけてるんですけど、
わかるかな、ここ、わかりますか。わかります、わかります、十分。はい、いつもつけてます、私これ。これ何かっていうと、生え際の部分に塗るシェーディングなんですけど、普通のシェーディングよりも圧倒的に、ね、色が濃いんですよ。こんな感じなんだけど、もうね、撮るだけでこんな色つくの。やばくない？めっちゃ濃いの。そう、すっごい濃いの。で、普通につけてもこのぐらいしっかり色つくの。だからなんか顔周りでシェーディングこれやるとやばいことになると思うんだけど、生え際とかだったらね、実は意外とね、このぐらい濃い方が馴染むんだよね。なんで私はね、もうこれはなくてはならないぐらいの推しコスメなので、これもめっちゃおすすめです、皆さん。特に前髪ある人とかは使いやすいと思います。これ今何個目ですか？ 18？ 結構だし、紹介してるね。まだここしか見てないけど。確かに。バランス考えなきゃ。マスカラブースです、ここが。めっちゃいろんなマスカラがある。めっちゃいろんなマスカラがあるんですけど、まあ、まずはちょっと、失礼いたしまして。はい。皆さんこちらです。フィメルのパーフェクトロング&カールマスカラ N。通称、嘘つきマスカラです。私が監修させていただいている商品です。はい。おすすめです。ブラウン？ブラックだね。ブラウンじゃないですね。通常品がブラックで、今ね、数量限定でブラウンも出てるんですけど、ここには今、ブラックが置いておりました。あとはでもなんだろう。まあね、どれも人気ラインだし、ヒロインマスカラとかはもう人気すぎて、ちょっとね、今更買うべきになんか入れるのもちょっと恐縮な感じもしてしまうので、あ、でもこれじゃないですか、やっぱ。その他で言うと。キングナムのタバカンまつげ。名前なんだっけな。タバカンカールマスカラだ。これもね、ちょっと前かもだけど SNS ですごい話題になりましたよね。なんかね、このマスカラ私も持ってるんですけど、ちょっとねブラシがね特徴的で、なんかねこっち側とこっち側両方を使ってマスカラを塗ると、ピンセットとか使わなくても自然とね束感まつげが作れるっていうコンセプトのマスカラになっております。私的にこれはね、なんかピンセットとかちょっと使うのが難しいよって思う初心者の方におすすめかもしれない。上級者の方は普通になんかちょっともう少しテクスチャーが滑らかなマスカラ使って自分でピンセットでねバランスやってもいいのかなって思うんですけど、それが難しい方はね、まずはこれから始めてみるのもいいと思います。で、こっち側はアイライナーですね。アイライナーもたくさんある、たくさんあるけど、今やっぱ買うべきってなったらこれかな。デジャブのラスティングファインE 極細クリームペンシル2です。これね、これだ、これだ。そもそもデジャブのこのね超大人気ラスティンファイン E クリームペンシルっていう商品があるんですけど、確かベスコスもね何十巻ぐらい取ってるぐらいすごい話題になった商品なんですけど、これのよりねペン先が細くなったのがこれで、比較的これもね新しく出てるんで、まあ今買うんだったらこっちの方が個人的にはおすすめです。ちなみにペン先はこんな感じです。丸タイプでちょっとね細くなってますから、今買うんだったらデジャブのこれがおすすめです。あとヒロインメイクのアイライナーもねすごい視聴者さんから人気のイメージある。なんかね、落ちにくいアイライナーどれですかっていうアンケート前取ったところ、ヒロインメイクマジで落ちないですっていうね声がすごく多かったので、落ちにくいアイライナー探してるんだったらヒロインメイクシリーズがいいと思います。でも結構あるんだね、ヒロインメイクシリーズの中でも結構いろいろ種類はあると思うんですけど、落ちにくいんだったらヒロインメイクをおすすめです。そしたらじゃああっち側行きましょう。全体的にこっち見たんで、で、ここあたりになんかボディクリームとかボディケア系がねわーっと置いてあるイメージなんだけど、定番かもだけどハウスオブローゼとかもすごいねこれからの季節おすすめです。ハウスオブローゼのこのピンクがね一番有名なやつだと思うんですけど、ボディスムーザー N、 これはね全身用スクラブなんですけど、これをねやって体を洗うとマジでお肌がツルツルスベスベになります。なんかスクラブの中ではハウスオブローゼはすごく人気定番だと思うので、これから結構肌見せとかね増えると思うんですけど、スクラブとかちょっと欲しいなって思ってる方はオーベイビーはね定番安定でおすすめです。こんな感じがするな。あのね、これもすごい人気ってイメージ、ね、夏さ絶対見ない、これそんなことない、見たことない。やばい、僕超見るよ。本当に毎年絶対見るぐらい見る、これ見るわ本当に。本当に今言った。白熊くんって私呼んでんだけど、これのことそれはあのコンビニでよく見る。あ、そっか、違うか。なんだろう、これ商品名書いてない。そっちはめちゃくちゃ見る。ひんやり冷感メントールって書いてある。これはね、あのシート代わりのほんと拭くとちょっとね肌がスーッとする、夏に
持っているととても使うシーンが多いですよっていうね、その名の通り拭くだけシャワーですね。でもこれもね、やっぱせっかくさんとかこれからの季節を持ってるとすごくいいと思うので、これもどっちか、こっちの方が発火が入ってるからこっちのスルスルのかな、これもね今おすすめです。何入れようかな。意外ともう24商品っていうね、あと6商品ぐらいしかないんで、あこれおすすめロレアルのプロフェッショナルパリエルネットピュール。これさ、ハムさんよく見ない、現場のさヘアメイクさんみんなこれ使ってない？マジでみんなこれ使ってる。え、園部さんもこれ使ってた。これね、あれヘアスプレー、固めるヘアスプレーなんだけど、固めるヘアスプレーってケープが有名だと思うんだけど、私もこの仕事を始めて現場撮影っていうのがちょいちょいさせていただくようになって、なんかヘアメイクさんがケープじゃなくてこれをすごい使ってるイメージなのだったの。確かに見る。え、見るよね、現場とかで。で、私がこれ何ですかって質問したら、なんかね、パリコレとかもこれみんな使ってるよって言ってて、で、私もこれ持ってるんだけど、なんかね、ケープとかよりもなんかね、つき方がふわっとしてる感じがする。ケープはシューシューって感じなんだけど、これはシュー、シューっていう感じ、だふわっとつく感じです。で、固まるんだけどなんかカチカチじゃなくてふんわりと固めてくれる感じがする。匂いもちょっとついてるんだけど、結構ね、私はこれやっぱ好きだなって思いました。値段1300円、ケープっていくらするんだろう。でもケープよりかは高いのかな。でもこれはね、個人的にケープより好きかも。おすすめヘアスプレーで、ここからスキンケアですね。こっちスキンケアコーナーに行きたいと思います。すごい、結構これ韓国コスメあたりですかね、がたくさん置いてあります。さすがにここに置いてあるのはどれもなんか定番ラインが多い気がする。何にしよう。あと5商品でしょ。あ、これも今結構ね話題な気がする。ラフラのオイルセラムクレンジング、私もねこれ今持ってはいるんですけど、オイルとバームのいいとこ取りをした美容液オイルクレンジングらしいです。これなんかねすごい今売れてるってイメージがある。あ、でもやっぱほら LDK でもオイルクレンジング A 評価だし、ロフトのベスコスも受賞してますね。でもこれはね、あの普通に洗浄力もしっかりあるし、そんなね洗い落とした時に突っ張る感じとかもなかったから、数量限定のミニサイズとかも売ってるんで、ここから試してみるのも良さそう。これはなんか今話題なんで買ってみるのもいいかも。あ、すごい、これ置いたんだ。これもおすすめです。皆さん、ビオデルマのサンシビオ H2OI っていうやつなんですけど、これ何かっていうと、目元と口元専用のクレンジングなんですよ。これね、私も持ってるんですけど、あのね、確かネットだとこれ欠品してた気がします。今すごい人気なんだなって思ってたけど、ちゃんとね、さすがロフト、ロフトには在庫がありました。そもそもこのビオデルマってね、この、あ、これだ、これ水クレンジング、これがね、すごい有名な商品なんですけど、で私もこれね、すごい使ってるんだけど、よりなんか目元とか、やっぱ口元って敏感で皮膚が薄かったりするから、そういうところにより特化せた敏感肌とか成分をメインに作られた専用のね、クレンジングらしいです。やっぱり目元とかのね、落とすときはちょっとね、いろいろケアが必要なので、部分的にね、こういう専用のクレンジング使うのはおすすめです。何を選ぶかちょっと慎重になるわ。残り3商品でしょう、ね、なんだろう。ここは例えばオーガニック系ですね。これもおすすめかも。これ、アンドールフの UV スラムリキッドファンデーションってやつなんだけど、1年ぐらい前かな。1年ぐらい前にね、これめっちゃ愛用してて、全部使い切るぐらい。私は結構コスメ使い切るって珍しいんですけど、その中でもこれはね、使い切るまで使ったぐらいすごい好きでした。パッケージこんな感じで、こうキュッと押すとファンデーションが出てきます。そうで、これ化粧下地がいらなくって、ほんとすっぴんでスキンケアした後にこれをつけるだけで完成しちゃうんですけど、そのね、手軽さと、あと肌に優しい、オーガニックコスメなんでお肌に優しいっていうのと、あとね、仕上がりもね、これ1個ですごく綺麗だったので、そういった意味も含めて好きでした。これはおすすめかも。じゃあこれ28商品目、アンドウルフのセラムリキッドファンデーション入れていきたいと思います。ね、あと2商品何にしよう。今私さ、ナイトキャップのさ、比較動画撮ってて、これ全部持ってるこれ今全部検証してる。いいやつが分かったら教えます。まだどれがいいか分かってない。あ、アンドミー紹介してないじゃん。アンドミーも1商品ぐらい入れたいですよ。アンドミーもね、人
きで有名なコスメが多いと思うんですけど、あーでもこれとかやっぱ&Bのアンダーアイライナー、これも過去に YouTube で紹介したことあるんですけど、私はねこれのピンクパールの色味がすごいおすすめです。開けてみるとこんな感じで、これ何かっていうと商品名の通り下まぶたアンダーアイライナーなんで、下まぶたにね描く用のアイライナーなんですけど、ちょうどねここの下まつげの生え際の部分にこれをねピーンと引くとちょっとね粘膜が広がったように見えて、デカ目効果もあるし、ちょっとねここあたりがピンクっぽいねチラッとしたねラメが出るので可愛いです。出すとねこんな感じなんですけど、ピンクではあるんだけど甘すぎないピンクで大人ピンク、あとねそうパールも入ってるんだけど、すごいキラキラするっていうよりかは角度をつけるとちょっとチラッと見えるぐらいだから、あんまりねなんだろう使う人とか場所とかシーンは問わないコスメだと思います。これはベスコスには入れなかったかな、ベスコス落ちコスメに入れた気がしますけど、すごいね良かったし、私の動画見て買った人も多かった気がするし、その人たちも買って良かったって DM がねすごく多かった商品のイメージだから、これもおすすめ。じゃあこれ29商品目にします。 &B のアンダーアイライナーおすすめです。今ちょうど一周したかな、シラスとオンジョイオ先生、オンジョイオ先生行っちゃいます。なんかオンジョイオさでかいね、オンジョイオでもなんかもう人気すぎて、ほら見てだってないのよみんなね多分ね買うべきってことはみんなも分かってるのよオンジョイオは。でもまあオンジョイオしようかな最後、どうしようサムネイル感これどっちだろう、これもブラックだ、ブラウン置いてないんですね。でラスワンどうしよう、なんかあこれがスルーみたいなやつが欲しいな。あこういう美顔器系持ってるんだ、すごいね、何でもあるじゃん。あでもじゃあこれにしようかなはい30商品目こちら、クルンと前髪カーラーかな、これねなんやかんや持ち歩いてる結構常に。でテスターないのか、テスターないんですけど、ここでねパカパカって開けることができて、このカーラーがねこうパカパカ分かれるんですよ。でこの分かれるのを前髪にこう挟んでクルンってできるんですけど、5分ぐらいやってると本当ねこのぐらいしっかり熱がなくても前髪のねカールがね復活するんです。ただまあアイロンとかと比べると持続力はねどうしても弱くなってしまうんだけど、それこそやっぱアイロンがすぐできない時だったりとか、ちょっとパパッと直したいだったりとか、そういう時にこれがあるとめちゃくちゃ便利です。私なんか雨の日とかこれいつも忍ばせといて、トイレとかのタイミングでパパッと前髪クルンってやって、でトイレから出たらもう取る、実はそれだけなんだけど、ちょっとね軽くカールがね復活したりするので、これねあると意外と便利ですよ皆さん、おすすめ。ずーっと持ってる気がするこれは。はい、そしたらじゃあ以上で30商品終了でーす。はい、以上でコスメオタク厳選渋谷ロフトで買うべきコスメ30選の紹介終了になります。いかがだったでしょうか。ぜひぜひ皆さん渋谷ロフトに遊びに来て、今日ね紹介したコスメとかチェックしてみてください。はい、本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったよとか参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。